どうも D チャンネルです。今目の前に映ってるのはですね、こちら、メバチマグロの、切り身でございます。 D チャンネル毎週金曜日ですね、生配信で料理を作ってるんですけども、その際にですね、スーパーでたまたま見つけたメバチマグロのねブロック肉を見つけて、それをさばいてね鉄火丼にして食ったんですけども、その際に余ったねマグロの肉とか皮とか、まあ、アラの部分ですね、そういったのがもうこんなにたんまりあるんで、今回もその一部を使ってちょっと料理を作っていこうかなと思うんですけども、今回はこのマグロをミンチにしてハンバーグにして食べてみようかなというふうに思います。もし過去にやってたら、もうそのタイトルに2023ってつけるっていう。でミンチにするにあたって、わざわざね包丁でだんだん叩くのはちょっとめんどくさいんで、今回ね新兵器を用意しました。こちらオールチョッパーっていうものでして、まあこちら新たなフードプロセッサーですね。ちょっと今回これを初登板させてみようかなと。ここにマグロの切り身をぶち込んでいきます。もう筋の多い部分とかも気にせずにどんどん変えます。あの魚の筋の部分は主にゼラチン質が多いんで、加熱すると食感が残るっていうのはねそんなないと思うんですよね。むしろプルプルになるんじゃないかと。で血合いの部分も加えちゃいます。うお、たんまり。でここに塩コショウを加えます。あとハンバーグによく使われるナツメグ、それがちょっと見当たらなかったんで、代わりにあったクミン加えます。ちょっとカレーっぽい感じになるかも。でこれをセットして、初めての稼働なんでね、うまいこといくかどうかわかんないですけど、いきます。おーおー、一気に見た目変わった。いいですね、いい具合のミンチ状になってると思います。でこのマグロのミンチに炒めた玉ねぎ加えて、でさらにここにつなぎとして卵を加えたいんですけど、こんぐらいの量だと卵1個だけでも量が多すぎて、もうゆるゆるでちょっと形保てない感じになっちゃうと思うんで、そういった時に便利なのがマヨネーズ。これをニュッと加えます。マヨネーズにもね、あの卵が入ってるんで、その量を調節したい時にこのマヨネーズを使えば便利だし、あとマヨネーズの中にはね、あの細かい空気がたくさん入ってるんで、それが作用してね、あのわりかしふっくら仕上がりやすくなると。じゃあこちらを適量取りまして、ハンバーグのように成形して、はい、こういう感じになりました。やっぱ血合いも入ってるんでね、ところどころ色がまだらなのがいいですね。ではこちらのマグロのハンバーグ焼いていきたいと思うんですけども、ちょっと今回試してみたいことがあって、このマグロ一応ねお刺身でも食えるってので、まあ、昨日お刺身にして食ったんですけど、まあ、この中にね生で食っちゃいけないものって入ってないわけですよ。玉ねぎも炒めてあるし、なのでちょっとこの2つでちょっと焼き具合をね変えてみようかなと思いまして、片方はもう表面だけ焼いて、中はレア感の残ってる感じに仕上げたいんですよ。でもう片方はよく焼きで通常のハンバーグみたいに焼いて、どういった違いがあるのかってのを見てみようかなと。そこの方が白くなってきたらひっくり返します。ちょっと柔らかいんでね注意が必要ですよ。せーの、よいしょ。ああ、いいですね。ハンバーグっぽい焼き色ついてます。で、片っぽは数十秒ぐらい焼いたら、多分もう焼き固まってると思うんで、これでもう取り出しちゃいます。ハンバーグとしては異例の速さですよ。で、もう片方は料理酒を振りかけて、で、蓋をして蒸し焼きにしまして、確実に中まで火を通していきます。ちょっとじゃあ蒸してる間にこっちの方がちゃんとレアになってるかどうか見てみますか。こちらを割りまして、で、中身がドーンと。ああ、いいですね。いい具合にその生の状態だったねっとり感が残ってます。これ本来の肉でやったらね、とんでもないものですよ。そんで焼いて取り出したフライパンでソースを作っていきます。まあ今回和風なね、照り焼き的なソースでいこうかなと。料理酒。そんでみりん。で、醤油。で、魚との相性を考えて、生姜もちょろっと加えようかなと。ニュッと。これで火にかけまして、沸騰してきてもこのまま強火でガンガン炊いて、こんな感じで煮詰まってある程度とろみがついてきたら、これでソースの完成です。で出来上がったソースを上からかけて、できました。こちらマグロのハンバーグでございます。後ろのヌルヌルしてるのはオリジン弁当で売っていたオクラと山芋のネバネバ合いですね。まあパッと見はね普通のハンバーグみたいな感じですけど、この皿に乗ってるのほとんど海産物ですからね。それでは早速いただいてまいりましょう。じゃあまずはよく焼けてる方の従来のハンバーグっぽく焼いた方からいってみますか。ちゃんと焼けてるかな。あ、いいですね。もう断面もほんと普通のハンバーグですよね。それではマグロハンバーグいただきます。
うん、うわ、あー不思議な感じやな。まあ、結論から言うとうまいんですけど、最初食べて一組二組ぐらいはもう普通のねハンバーグなんですよ。あれマグロどこ行ったと思ってたら、次第ねじわじわとあのツナ缶みたいな味がじわじわしてきて、で マグロ特有のその細かい繊維質な感じのホロホロとした感じが甘辛く仕上げたタレと非常に合いますね。最初ハンバーグの後半つみれみたいな感じの非常にね食べ応えのある仕上がりになっております。じゃあ今度はちょっとレアな方行ってみますか。いやーこれ普通のハンバーグだったら恐ろしい出来事ですからね。それではいただきます。ああこっちの方が好きかもしれない。その最初表面食った時は、まあ、先ほど言ったハンバーグなんですよ。でも中からぬるっとねレアな部分が出てくるんですけど、まあ元々は同じマグロなんで、それがね次第にこう混ざり合って結果ねよりソフトな仕上がりになってるんですよね。ハンバーグもいただきつつもなんかマグロの感じも味わえるっていうのはこっちのレアな方がいいかもしれないですね。いろいろなハンバーグね作ってきましたけど、これはね初めてかもしれない、生焼けが美味しいハンバーグですね。これはちょっと浜松の爽やかもびっくりしてんじゃねえか。まあ別にあれが生焼けってわけじゃないですけどね。